エルモア軍はアメリカ合衆国アラバマ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は79,303人であり、2000年の65,874人から20.4%増加した。軍庁所在地はウィトンプカ市であり、同軍で人口最大の都市はミルブルック市である。軍名はジョン・エエルモア将軍にちなんで名付けられた。 エルモア軍は、モンゴメリー大都市圏に属している。エルモア軍は1866年2月15日に、オートーガ軍、クーサ軍、タラプーサ軍、モンゴメリー軍のそれぞれ一部を合わせて設立された。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は657.21平方マイルであり、このうち陸地621.26平方マイル。 水域は35.96平方マイルで、水域率は5.47%である。最近の20年間で、エルモア軍は、農業依存の経済から、州内でも最大級に成長速度の高い軍に、転換されてきた。最近の報告書では、最近4年間新たに1110の雇用機械が、作られた。軍内で雇用が多いのは製造業である。製造業充血は、 GKN エアロスペース、ネプチューンテクノロジーズ、フロンティアンズ、ラッセルコーポレーション、マディックス、アローヘッドコンポジッツ、ハニル USA、イエサック、アラバマコーポレーション、クオリティネットワークス、アイスインダストリーズである。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。1990年代後半に、消防団に対して払う保護料を義務付ける。 法案を住民投票で成立させた。すべての軍民は資産価値や収入の程度に関わらず同じ料金を払っている。低収入の軍民は対価では救えないような構造の家屋であるとしても低い保険料の資産価値の高い家屋を守っていることになる。軍内ウィトンプカ市にアラバマ州共生省のジュリア・タットワイラー女性刑務所がある。ここには 女性死刑囚が収容されている。ウィトンプカ市には以前、ウィトンプカ州立刑務所があった。ありがとうございます。